地球規模攻撃軍団は、アメリカ空軍の主要軍団組織の一つ。核兵器の管理、運用を管轄する部隊であり、2009年8月7日に、新設された、現行の10個のマッチコムの中では最も新しい、軍団である。司令部は、ルイジアナ州ワークスデール空軍基地に置かれ、空軍特殊作戦軍団、空軍予備役軍団と同様に中将が指揮を取る。戦終結後、 戦略航空軍団の部隊は分割再編されていたが2007年のマイノット事件はアメリカ空軍において兵器管理に問題があることを明らかにした各兵器管理体制を再構築するために新しい主要軍団として地球規模攻撃軍団を設立することが2008年10月にアナウンスされた航空戦闘軍団の戦略爆撃機部隊及び 空軍宇宙軍団の大陸間、弾道ミサイル部隊などが移管され、第8空軍及び第20空軍からなる。ありがとうございます。